はい、カトサンボ始まりました。今回のカトサンボはですね、この宮崎県の延岡市やってきております。はい、この延岡市のね、ここの道の駅で始まったんですけど、ここはね、北川ハユマっていうね、ハユマ地区っていうのかな、なかなかこう、馴染みのない発音がね、結構多いんですよ、こっちで。海外に来てきてるんですね。行きましょう。どうやらこの辺の宮崎のね、延岡の、ご当地お土産ということでですね、宮崎よかとこチャンネルさんもこれ紹介されてますね。チーズまんじゅう、これがね、有名らしい。あ、このあゆもなかっていうのも有名らしいんですけど、あゆが取れるとこがあるらしくて、だけどこっちでちょっと食べてみようかな。はい、チーズまんじゅう行きましたけど、ちょっといただきたいと思います。見てください、これもう、ほら、なんていうの、この美味しさのさ、オーラをまとってるやん。あ、もうここで美味しいもん。うまっ。まあ、食べてないのに、ここでうまい。ここで。はい、ここはですね、なんかジブリの疑似聖地みたいな感じでなんか歌われているらしいんですけど、これがラピュタのお花を摘んでるあのロボットですね。はい、で、ここにはね、千と千尋のね、出てくるあのネズミみたいなやつもいるし、子供もいるし、トトロもいるし、なんかほんといっぱい、これナウシカのあれだし、いっぱいありますね。はい、これで、ね、さっき、あそこにロボットいたんですけど、こっちね、大好きな顔出しいましたよ。結構大きいのね、見ると結構大きいですね。これ原寸大かな、どうなんでしょうかね。この仮面が可愛いな、これ。はい、ということで延岡市散歩させていただきました。延岡はね、やっぱ自然がいっぱいということで、ジブリとかね、あとはそういうなんか森の精みたいな感じで、まあ、小さなおじさんとかね、いそうな感じの、その雰囲気ですけど、いいとこでした。ありがとうございました。